カラーマリス、キャラクター CD、ミニドラマ、二人きりの湯煙炭。榎本峰夫、23歳。ついに俺にも春が来て、あいつと幸せな日々を送っている。まさに人生バラ色。俺にとって恋愛のバイブルだった胸キュン告白百選を開くことももうないだろう。なぜなら俺は今自分の意志で大人の階段を登ろうとしてるからだ。そう、彼女と温泉旅行に行くっていう大人の階段をな。よし、中井さん言ったな。もうさっきから我慢してたからさ、俺爆発しそうで。やっぱお前も気づいてたか。二人きりになったことだし、もう我慢しなくていいんだよな。じゃあ言うぞ。ついにかの有名な伊達政宗公が湯あみをした場所に来たぞ。もうさ、ここずっと来てみたかったんだ。お前に思い切って打ち明けてよかったぜ。一人じゃやっぱつまんないさ。俺が行きたいならって付き合ってくれてマジ感謝してる。そうそう、政宗公が湯あみするときに外敵から身を守る役割をしてた格子とか再現されてんだよな。あ、子供みたいにはしゃいでる。悪かったな。どうせ俺は政宗公に憧れて眼帯しちまうくらいガキだよ。仙台に来てからいつも以上に注目されてるし。でもいいんだ、ここには俺と同じ同志もいるはずだからな。言葉なんかなくても分かり合える。これが政宗スピリッツ。つい熱くなっちまった。まずは一っ風呂浴びてこようぜ。ヒノキの匂いが落ち着くな。こんなのびのび風呂入れる機会もめったにねえし、だいたい旅行っつうと彼女の希望を聞いて男が連れてくもんだと思ってたけど、実際はこうだもんな。でもあいつは嫌な顔一つせず付き合ってくれてる。ずんだ味シェイクがどんな味すんのかわからなくて、一個買って二人でストローさして飲んだ時とかやばかったな。同じタイミングで飲もうとしたからおでこぶつけちまったけど、お互い顔見合わせて笑い合ったりしちゃったりして。しかしあいつまつげ長いよな。シェイク飲みながらつい観察しちまったぜ。俺は白石さんかっつの。いや違う、俺が観察しちまうのはあいつだけだ。それだけあいつのことが好きって証拠なわけで。つまりは何が言いたいかっつうと、彼女との旅行最高。あ、こっちこっち、どうだ温泉楽しめた。浴衣姿やっべえ。嘘だろ、似合いすぎっつうかマジで。ちょっ、えっ、いやいや、なんでもない。それより温泉どうだった、ゆっくりできたか。そうそう、浴槽にヒノキが浮かんでてさ、これぞ古き良き日本って感じがしたよな。あ、待ってる間にゲームコーナー見て回ってたんだけど、これがまた結構充実してんだよ。せっかくだし、なんかゲームでも。ん？一緒にプリコラ？ああ、あの写真撮るやつか。ま、
文字とか書けるし旅の記念になるよな。タケルや柳先輩に自慢しようっと。おお、これが噂の。ああ、細けい操作は苦手だからお前に任せるぜ。にしても世のリア充はこの空間で何を思うのか。ああ、いやこっちの話だ。あ、撮るのか。ポーズどうする。へえ、頬に手を当てると小顔になるとか面白いな。試しにやってみようぜ。おお、確かに効果あるな。まあお前は元から顔小さいし可愛いけど。で、なんだよ、叩くことないだろ。あれ、お前ひょっとして照れてる。なんだよ、いきなりそんな顔されると。俺だって。お、画面見てなかった。あ、そっか、まだ撮影中なんだな。ポーズ無難にピースにしとくか。次が最後。じゃあバシッと決めないと。せっかくだからここは伊達政宗らしいポーズで決めるべきか。手をつないで撮りたい。なんだそのかわいいお願いは。俺の手でよければ好きにしてくれ。おお、もっとくっついてた。あのさ、俺今すげえ幸せだ。次は文字とか書き込むんだろ。2枚ずつ受け持って後で何書いたか見せ合おうぜ。その方がワクワクするしさ。まずは日付のスタンプっと。やばい、すげえ楽しい。お前と一緒に旅行に来れてマジでよかった。好きな場所を好きなやつと一緒に回れるとか最高じゃん。なんだ、落書きできる時間があと少し。マジか、感動に打ち震えてる場合じゃなかった。まだ書きたいこといっぱいあるのに。いや、まだだ、諦めるな。俺、人生初のリア充っぷりに妥協は許されない。俺のありったけの思いをぶつけてやる。ギリ書き終わったぜ。お前は終わったか。へえ、力作ね。ま、そう言ってられんのも今だけだ。俺もなかなかの力作を生み出しちまったからな。お、出てきたぞ。どれどれ。お、お前も眼帯つけてる。なるほど、ペンで書き込んだのか。こうして並んでるとペアルック見て。え、そのつもり。お前な、俺を喜ばせてどうする気だ。え、俺のやつ。ちょ声に出すなよ。書いた時は時間なくて無我夢中でパッと浮かんだのが世界一大好きって言葉だったんだ。嬉しい。そっか、お前が喜んでくれたならよかった。これ見るたびにさ、今日のこと思い出すんだろうな。なんか不思議だよな、俺たちがこうして穏やかな時間を過ごせるのも当たり前のことなんかじゃないんだって。あの時の俺たちみたいに苦しんだり悲しんだり今も必死に頑張ってる奴らがいて、みんな辛いことを乗り越えて今の日常があるんだよな。
ああ終わり、ちょっとしんみりしちまった。で今何時だ？夕飯7時からって言ってたよな。よし、牛タンが俺たちを呼んでる。急ぐぞ。あー食った食った、牛タン分厚くてうまかったな。足が進んで飯3杯もおかわりしちまった。うわー苦しい。あ、ありがとうな。部屋でごちそう食ってお前がお茶入れてくれて、いやー至れり尽くせりだぜ。お、これから？そうだな、旅館でできそうなことはもうあらかたしちまったし。やべえ、どうする俺。いざ部屋で二人きりになると何していいかわかんねえ。そもそもこいつの浴衣姿を直視すんのも目に毒っつうか。あって黙ったままだと感じ悪いよな。あ、いっそのこともう寝るか。いやまだ9時だ、さすがに早すぎる。他に何かできそうなこと、旅館内を探検するとかって。小学生か。え、トランプ持ってきた。おお、いいな、ババ抜きでもするか。助かった。いや待てよ、これひょっとして俺が困ってるのを見て助け舟出してくれたんじゃねえか。これまでもこういうこと何度もあったし、きっとそうだよな。なあ俺ってさ、やっぱお前から見てもガキだよな。今日だって最初はお前をエスコートしようと思ってたけど、いつの間にか自分が楽しんでた。もっとこうスマートにやりてんだけどさ我ながら情けねえっつうが。ビター、え、今のそんな怒るとこか。お、大人じゃなくていいけど俺の方が年上だし、いつまでもこのままってのは。分かった、落ち着け。俺だから一緒にはしゃげるし楽しいか。俺もお前といるのが一番楽しい。さっきプリにも書いたけど、だからお前のこと世界一大好きなわけで。ん？それさっき撮ったやつじゃねえか。おお、そういや夕飯の時間が迫っててそこまで細かく見れなかったな。ま、お前も文字書いてたのか。ミネオさん大好き。これマジか。お前も大好きって書いてくれてたんだな。こんなとこまで気が合うとか俺たちどんだけ相思相愛なんだよ。ごめん、そりゃ怒るよな。お前は今の俺を好きでいてくれてるんだから、無理して背伸びするのは俺じゃない。そういうことだろ。な、ちょっとこっち来てくれ。俺さ、お前といると浮かれっぱなしなんだ。一緒に旅行に行けるってだけで舞い上がったし、湯上がりの浴衣姿見た時もなんかいつもと印象違うからドキドキしちまって。プリ取る時はくっつくからシャンプーの香りとかしてマジでやばかったし、あとその今だから言うけど
実はちょっとキスしたいと思った。え、バカ、してもよかったとかそんなこと言うな。俺は甘やかすなよ。男はなすぐ調子に乗っちまうんだ。俺はお前のこと大切にしたいんだよ。お前はいつもそうだ。俺がどれだけ逃げようとしても追いかけて掴んで離さない。見かけよりずっと根性があってかっこいい女。最終確認だけど本当にいいんだな。わかった。じゃあ。ドキドキする。俺もだ。でもさ、俺たちはこれでいいんだよな。同じ気持ちを分け合って一緒に前に進んでいく。そういうのが一番俺たちらしい。お前の前だとカッコつけたくなっちまうけど、時にはこうやって本音をさらけ出すのも大事なんだよな。お前も我慢せずに言いたいことあったら言えよ。お、その顔は何かあるんだな。なんだよ、言ってみろって。え、待ってくれ、俺の聞き間違いかもしれねえ。今お前なんて言った？一緒に寝たいって。ちょ、いきなりハードル高すぎねえか。大人の階段二段飛ばして進んじゃうのか。いや、そりゃ全く考えてなかったわけじゃねえけど、ゆっくり行こうと思った矢先にクライマックスって。え、添い寝？あー、それは同じ布団で寄り添って寝るあの添い寝か。だよな、そうだと思った。そんなんでいいならいくらだってしてやる。妹にもしてやってたしな。子守歌だってお手のもんだぞ。おいおい、そんな引っ張らなくても。ん？おい、なんかお前顔怖いぞ。妹と同じじゃない。そんなつもりで言ったんじゃなくて。さっきのは失言だった。謝るから機嫌直してくれ。だから妹扱いしたわけじゃなくて。わかった、恋人らしい添い寝をしたらいいんだろ。じゃあ。どうだ、腕枕だぞ。これは恋人としかしないだろう。それだけなのかって、お前な。この状況でも結構来るもんがあんだけど。あんまり注文つけると。その口塞ぐぞ。ったく、お前の気持ちはよーく分かった。俺だってこんなに近くにいて何もしないとか無理だ。今日は朝までずっとお前のこと話さないからな。
本峰夫、斉藤壮馬、